おはようございます。どうもどうも、いつも考え中でございます。今日は旭ヶ丘公園、通称ナマコ山に来ています。桜は、5分咲きから6分咲き、そんな感じです。もしくは、花より葉っぱの方が多いのかもしれません。こんな感じです。残念ながら、富良野の天候は晴れなんですが、もやがかかっていて、山が山頂は見えますけど、下の方がちょっと見えない感じです。こちらから富良野岳を見ることができます。コブシの花が白くて綺麗です。それでは公園の方に向かってみたいと思います。こんな感じで桜が咲いています。ここで一度中継を終了いたします。